故ジャッキー・ロビンソンの代わりに、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領から議会名誉黄金勲章を受け取る、レイチェル・ロビンソン。レイチェル・ロビンソンは、アフリカ系アメリカ人選手として、史上初めてメジャーリーグでプレーしたジャッキー・ロビンソンの妻である。1922年、レイチェル・アネッタ・アイサムとして、カリフォルニア州ロサンゼルスで生まれる。カリフォルニア大学ロサンゼルス校に進学し、1941年に同じく UCLA に進学していたジャッキーと出会う。1946年、マイナーリーグでプレーしていたジャッキーと結婚。ジャッキーとの間に2男1女を設ける。1956年にジャッキーが引退すると、大学で専攻していた看護の勉強に励み、看護師を務めた後、イェール大学看護学部の助教授に就任。後にコネティカットメンタルヘルスセンターの看護師長を務めた。ジャッキーの死後、1973年にジャッキー・ロビンソン財団を設立し、才能を持ったマイノリティの若者たちに奨学金の交付を行っている。2007年、バドセリグコミッショナーからコミッショナー特別表彰を受けた。2009年には、UCLA のジーン・ブロック学長から同校が授与する最高栄誉である UCLA メダルを受けた。現在、コネティカット州セーレムにある60エーカーの農場に居住。ジャッキー・ロビンソンの伝記映画42世界を変えた男ではニコール・ベファリーがレイチェルを演じた。ありがとうございます。